めのキーワードこちらです。じゃん、北海道の食の新たな魅力を発信したい、はい、ということなんですが、今なんか6次産業に関わることされてるんですもんね。あ、そうなんです、うん、まあ、農家さんとの付き合いが多いの で、うん、であとあの札幌市 その中小企業支援アドバイザーっていう予約もやってますから、はい、加工品の農産物の加工品についての相談を受けることが多かったんですけど、うん、もっと具体的になんかアドバイスしてできたらいいなっていうのもありますし、うん、はい、まあ、あのそんな話題をいつもあのしてるので、うん、だんだんいろいろアイデアも溜まってきてるもんですから、うん、自分でもちょっと携わっていきたいなっていうのもありまして、はい、うん、ちゃんとしたあの知識をここでちゃんと勉強しとこうかなと、うん、大変なんですけど、さっきのね、はい、トマトの農家さんじゃないけどね、美味、うん、しいものをちゃんと作れる人には、うん、もう美味しいものを作ることだけに集中していただいて、はい、でそれでも無駄なくね、はい、ちゃんとこう永続的に作っていただくために、はい、無駄なくするためには、うん、6次産業をこれからもっともっと頑張っていかなきゃいけないんだよね、うん、北海道がね、はい、はい、そうだと思います、はい、やっぱりまだまだ廃棄されてしまう野菜も多かったりするので、はい、農産品に新たな価値を見出して、うんうんうん、まあ、成果として食べるだけじゃないんだっていう、はい、うん、そういう農業、まあ、新しい形の農業とまで言えるかどうか分かりませんけど、うんうん、そういう無駄のなく、はい、でみんなが喜ぶ、うん、で、地域の経済も発展していくっていうようなことにつながるような動きに携われたらいいなと思ってます、うん、そうですね、はいはい、そしてまた一番最初に立ち上げられた頃からすると、うん、すごくその道産の美味しい野菜を食べてみたいっていう人は増えてると思う、確実に。そうですね、年々増えてきてると思うんですけど、はい、うん、ちょっとお試し食べたいとか、うん、ちょっとなんかそのお料理メニューもね試してみたいとか、はい、そういう方たちにとってはまあ一番窓口になるようなね、うん、場所も必要なんじゃないですかね。やってみたいんですよね、うん、ちょっと八百屋さんというわけではないんですけれども、その、まあ、うちで扱っている野菜の味を知っていただけるようなアンテナショップみたいなことね、はい、アンテナショップみたいな、どっか街中でどなたかいい物件ありますか、うん、野菜を売って、あと私からのさっき言ってたんですよ、リクエストでスープバーをやってほしくて、うん、もう具だくさんの、そうですね、まあ、とにかく野菜をまあ、上手に使うっていうか、うんうん、そこの出口の部分でのフォローも必要だと思うので、はい、まあ、基本的には野菜を使ったメニューを提供するような、飲食店、うん、定食屋なのかスープバーなのか、で、ある一定の時間だけ3時から5時だけ八百屋に転身するみたいな、はい、お野菜もですね、はい、でも一番二毛作店ですね、二毛作店二毛作店、二毛作店、いいですね、はい、うん、基本その野菜セットを作る日は、うん、朝早くから畑を回って生産者さんから直接仕入れますので、うん、で、その日のうちに発送あるいはお届けしてます、うん、ね、ここがねやっぱりもう一番こだわってるところらしくて、うん、そりゃ鮮度が違いますね、はい、やっぱり美味しさの、基準の一つというかは鮮度なので、やっぱりね、うん、新鮮なものを、うん、元気な野菜を食べていただきたい、ここがこだわりと、まあ、9割の方がリピーターだからできる技で、うん、あとやっぱりすっごい大規模じゃやっぱり難しい、はい、そうですそうです、小さいからこそできる、あ、うん、っていうことだと思ってます、うん、はい、うん、これは、ね、大手はちょっと無理じゃないですか、うん、このやり方は非常に手間かかるんです、手間のかかるきめ細やかさが自慢でございますけれど、はいはい、でおみえさんから聞いたら農家さんによってね、うん、得て増えてってちょっとあるみたいなんですよ、ここも不思議ですよね、うんうん、本当に不思議なんですけど、作り方ももちろん同じでしょうし、種とかもね同じで、うん、多分土なんですかね、土、畑の土の違いなんだろうと思うんですけど、この方はトマトすごい美味しい、この方はナス絶対一番みたいなのがあって、うん、だからやっぱりナスはこの人、うん、トマトはこの人、うん、キュウリはこの人ってね、大体分かれるんですよね、うん、ここがセレクトショップと紹介した理由でございまして、うん、はい、みんな作ってるんでしょ、だトマトの人もキュウリだってナスだってみんな、うん、例えばですよ、はい、はい、作ってるんだけど、この人はトマトの人、この人はナスの人ってやっぱり決めてらっしゃるらしいんです、うん、そうなんです、これ味でですよ、味です、味で決めてらっしゃる、はい、すごい、取ってみたい野菜セット美味しいです
ね、ということで今後は もっともっとあの北海道の食の新たな魅力をあの、はい、福祉産業も含めてね、はい、発信していきたいとおっしゃる大宮さんでございます、はい、楽しみですね。ぜひやってください。はい、頑張ります。いろいろ苦難な、ね、道のりですけど。いえいえいえ、はい、はい、そんなわけであの野菜のセレクトショップのようにね、はい、あのいろんなおいしい野菜をぜひ、うん、あの私ねこういうのが広まるのは、うん、広まるためには、うん、やっぱりこの消費者のね、はい、口が肥える、うん、もちろん要するにこうあの当然安心安全の知識というのも、うん、興味関心の高い方増えました、ね、うん、はい、でプラス、うん、とそういうのもそうなんだけど、うん、美味しいかどうかで本当に美味しい野菜の味を知っているかどうか、うん、はい、そうですね、うん、下の肥えた人を増やせばですね、はい、またどんどん変わってくると思いますね、はい、皆さんにね一人でも多くの皆さんに知っていただきたいですね、うん、うん、そういうより美味しい野菜を追求していく農家さんも増えてほしい、うん、はい、そうなんです、うん、あの消費者の方を向いてそうです、のしてくださる方っていうのが、うん、まあ、どんどん増えてますけど、うんうん、本当にあのマルシェなんかでね対面であの交流が始まりましたので、はい、すごくいいことだと思うんですけど、はい、そういう生産者さんがもっと増えて、うん、はい、幸せなコミュニティがたくさんできればいいなと思います。そうですね、そういうこうちっちゃい小規模ながらも本当に味の分かった人たちのコミュニティがいっぱい増えたら、はい、結果そういうことをこう目指す農家さんも増えてきて、うん、だと思うんですよね、まあ、皆さんの健康を支えてるんだぐらいの気持ちで野菜を作ってくださる方がね、はい、増えてくれると嬉しいじゃないですか、はい、私たちもそうですね、はい、でまあそんな北海道に住んでみたいわ羨ましいわって言ってくれるようなね、うん、北海道になればいいなと、うん、素敵です。ここまでですからねストーリー物語ね、ここまでを目指していらっしゃいますが、はい、その一歩二歩がまたあの来年再来年ね、はい、より近づいてくれるといいなというふうに思いました、ね、はい、はい、ということで今日のゲストは有限会社グリーンハンズ代表の大宮あゆみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。本はこちら。